皆さんこんにちは、ココアチャンネルです。はい、今回は今ちょっとミラーレスカメラを充電中なので、今回はビデオカメラで撮っているんですけど、今回は私のお気に入りのスニーカー紹介をしていきたいと思います。イエイ。はい、ということで今回はお気に入りのスニーカー紹介ベスト7をやっていくんですけど、前回の動画では私が持っている全靴紹介をやったと思うんですけど、今回はお気に入りのお出かけ用のスニーカー紹介をしていきたいと思います。ぜひ前回の全靴紹介の動画をまだ見ていないよっていう方は、前編と後編があるのでどちらも見ていただけると嬉しいです。それでは早速紹介していきたいと思います。それではスタート。はい、ということで紹介していきます。ちなみに今回は実際に履いてみたりはしないんですけど、ぜひね、最後まで7足あるので見ていただけると嬉しいです。それではまず第7位から。第7位は、じゃじゃん、こちらです。こんな感じ。すいません、全部で6足でした。はい、こちらが第6位です。第6位はこちらのグッチのスニーカーです。こんな感じ、こんな感じで、グッチにね、あんまり見えないでしょ。なんだけど、ここにグッチのラインが入っていて、グッチで買ってもらった靴なんですけど、これの可愛いところが後ろこんな感じ。全靴紹介を見てくれた方は分かると思うんですけど、ここにウサギのキャラクターがついていて、めっちゃ可愛いなと思ってこれを買ってもらいました。でスニーカーなので結構固めなんですけど、履きやすいし、私の好きなピンクで、でグッチって白いスニーカーとかが結構多めだと思うんですけど、これはピンクであんまりグッチっぽくないし、ここがマジックテープのビリビリタイプで履きやすいので気に入って履いています。でこれあんまり履いていないんですけど、こんな感じですごい大事に履いている靴になっています。でこれは買った時シルバーとピンクがあって迷ったんですけど、ピンクを買ったんですけど、両方買ってもらいたかったなって思っていて、ママは両方買った方がいいんじゃないって言ったんですけど、ピンクの方が好きだったので、その当時ピンクを買ってもらったんですけど、シルバーも合わせやすかったので買ってもらいたかったなって今思っています。はい、まず第6位はこんな感じです。全体的にね、ピンクであんまりグッチっぽくなくて、さりげないグッチ感が可愛くてお気に入りです。それでは次、はい、続いて第5位は、じゃじゃん、こちらです。こんな感じの、これは H&M でめっちゃ安く買ったんですけど、こんな感じで、これは今年買ったんですけど、結構履きすぎて結構汚くなってるんですけど、私の大好きなユニコーンがついててめっちゃ可愛いの。こんな感じで紐靴になっていて、こっちにもユニコーンがついてる感じで、全体的に白いスニーカーなんですけど、白いスニーカーめっちゃ欲しくて、その時一つも白いスニーカーは持っていなかったのでこれを買ってもらったんですけど、 H&M でめっちゃ安かったのでこれを買ってもらいました。で H&M でめっちゃ安かったんだけど、めっちゃ履きやすくてよく履いていて、でこれは安いので結構どこにでも履いていっちゃっているので、めっちゃ汚くなってるんですけど、白いスニーカーってめっちゃ合わせやすいじゃないですか。なのでいろんな服と合わせて、これはガーリーな服にも合うし、カジュアルな服にも合わせやすいし、めっちゃ履いています。で結構クッション性もあって履きやすいし、長く履いても疲れないし、 H&M の靴初めて買ったんですけど、めっちゃおすすめで、後ろにこんな感じでピンクのグリッターみたいな感じで、全体的に可愛い感じで、 H&M とは思えないぐらい履きやすい感じで、めっちゃお気に入りの靴です。お気に入りすぎてすごい履きすぎてるんですけど、こんな感じです。で今着ているこのワンピースもユニコーンがついているんですけど、これもユニコーンがついていて、最近ユニコーン大好きなのでお気に入りの靴です。はい、第5位はこんな感じです。それでは次、はい、続いて第4位は、じゃじゃん、こちらです。これめっちゃ可愛くない？こんな感じ。結構今年は白い靴が多めになっていて、お気に入りのスニーカーも白いスニーカーを多めに紹介してるんですけど、こんな感じのポロで買ったスニーカーです。こんな感じで、これはセールで買ったんですけど、すっごい可愛い感じの、こんな感じでラインがついていて、ここにクマがついていて、後ろにポロのロゴと、ここにもポロのロゴがついていて、このポロのスニーカー結構持っている方いるので有名だと思うんですけど、ちなみにこれは緑とか青とかもあったんですけど、赤が女の子っぽいかなって思って赤を買ってもらったんですけど、これはすっごい履きやすくて、これも長く履いても疲れないし、でも H&M のよりしっかりした素材とかしっかりしたスニーカーになっていて、めっちゃ履きやすくて、いろんな服に合わせやすいので、ここら辺にちょっと赤とかが入っているので、赤い服とか赤いワンピースとかを着て、これで
このスニーカーで外して着るっていう感じのコーデとかに合わせて履いています。でこれはセールで買ったんですけど、1回目見に行った時に迷って買わないで来たら、なんか次の日に行ったら売り切れていて、でもめっちゃ欲しくなって、これはお取り寄せしてもらって買ってもらった靴になります。でこれはまだ3回ぐらいしか履いていないのでめっちゃ綺麗なんですけど、これは今年春とかになったら履きたいなと思っています。こんな感じ、めっちゃ可愛くてお気に入りなので、また色違いとかあったら買いたいなと思っています。はい、こちらが第4位です。それでは次、はい、続いて第3位はじゃじゃん、こちらです。こんな感じ、こちらのこれはまだ1回も履いていない靴なので綺麗なんですけど、こんな感じのザ・グッチって感じの靴でめっちゃ可愛いです。こんな感じで、ここにグッチのラインが入っていて、後ろが違う感じの色、緑と赤のグッチのロゴで、グッチらしい蜂の柄とか星の柄とかが可愛くてお気に入りの靴なんですけど、これは最初 GG 柄のスニーカー、これと同じ形の GG 柄を持っていたんですけど、それが結構合わせづらかったのでこれを新しく買ってもらったんですけど、こんな感じでめっちゃ可愛くてお気に入りで、まだ白い靴は履く季節ではないと思うので、まだ履いていないので今年の春とかに下ろしたいなと思っています。こんな感じ、これもマジックテープでザ・グッチっていう感じのグッチらしいデザインがすごい可愛くてお気に入りです。でこれは履きやすかったので買ってもらいました。こんな感じ、まだ一回も履いてないので綺麗です。ちょっとね、可愛すぎてもったいないんですけど、春とかに履きたいなと思います。はい、第3位はこんな感じです。これめっちゃお気に入りです。それでは次、続いて第2位はじゃじゃん、こちらです。これもまだ一回も履いていない靴になるんですけど、これは新宿の伊勢丹購入品でも紹介した靴なんですけど、ドルチェ&ガッパーナっていうブランドの靴で、めっちゃ履きやすくて、これ結構高かったので5万1000円くらいで買ったんですけど、めっちゃ履きやすくて長く履いても、これの色違いも持ってるんですけど、すっごい履きやすかったのでこれを色違いで買ってもらいました。こんな感じ、ここにドルチェで、こっちにガッパーナで、後ろにリボンみたいな感じのロゴがついていて、全体的に黒いスニーカーで、これはソックススニーカーっていうタイプのスニーカーになるんですけど、このソックススニーカーって足にフィットしてめっちゃ履きやすいんですよ。でソックススニーカーがちょっと汚くなってきちゃったので、替えということで新しくこれを買ってもらったんですけど、これがめっちゃ履きやすいのでおすすめです。こんな感じで黒いスニーカーなので、これはスニーカーなんですけど、夏だけじゃなくて冬とかに黒いタイツとかと合わせても可愛い感じのスニーカーになっています。であんまりスニーカーっていう感じじゃなくて、ちょっとワンピースとかガーリーな服とかにも合わせても可愛い感じの靴になっています。こんな感じ、これはずっと前から欲しかったから買ってもらってめっちゃ嬉しかったです。はい、第2位はこんな感じです。それでは次、はい、それでは続いて第1位です。第1位はじゃじゃん、こちらです。こんな感じ、これめっちゃ可愛くてお気に入り。これは第2位に紹介したドルガバの靴の色違いになるんですけど、これはピンクのスニーカーで全く色違いなんですけど、最初に黒を買ってもらってめっちゃ良くて、でピンクはサイズがなかったのでお取り寄せしてもらったんですけど、めっちゃ可愛くないこれ。こんな感じでデザインは同じ感じなんですけど、私の持っている服的にはピンクの方が合わせやすかったのでこの色を買ってもらいました。でちなみにこれは全体にラインストーンとかついているものとかもあったりしたんですけど、それは結構重たくてちょっと履きづらかったり派手すぎたので普通のタイプのものを買ってもらったんですけど、ラインストーンとかあんまり長時間履かない時とかだったら、黒いラインストーンだったらあまり派手すぎなく履けるので可愛いので、次行ったら買ってもらいたいと思っています。売ってたら。で後ろもこんな感じで同じ感じに載っています。ドルガバのロゴがついている感じです。こんな感じで、これはすごいピンクの色も可愛くて履きやすいし、すっごいお気に入りの靴になっていて最近よく履いています。でこれは黒いタイツとかと合わせても意外と可愛いし、夏から冬まで季節問わず履ける靴になっていて、めっちゃお気に入りでよく履いています。はい、第1位はこんな感じです。はい、こんな感じで最近お気に入りのスニーカー紹介は以上です。はい、ということで今回は最近お気に入りのスニーカーベスト6をやってみました。
今回は6足紹介したんですけど、お出かけ用に履いているスニーカーで、私スニーカー好きなので、あんまりなんか長時間歩く時とか結構カッチリした靴とかを履くと疲れちゃうので、スニーカーとかペタンコの靴をよく履いているので、スニーカー結構多めなんですけど、あんまりナイキとかアディダスとかそういうかぶりそうなものは買わないんですけど、最近ナイキの靴とか可愛いなとか思っているので、買う機会があったら買ってもらって紹介したいと思うので、ぜひこちらの動画も楽しみにしていてください。で、今回紹介した靴は結構ブランドの靴とかが多めだったりしたんですけど、結構ブランドものとかの方が人と被らないので、そういうところで買う方が多いんですけど、最近はスポーツ系のブランドだったりとかも可愛いなと思う靴とかもあったりするので、人と被らなそうなものを選んで買ってもらいたいなと思っています。最近ナイキとかで気に入る靴とかもあったりしたので、そういうのもチェックしたりしているので、また機会があったら紹介したいと思います。ということで、この中で気になったものなどあればぜひチェックしてみてください。まだ売っているものとかもあるので、ぜひ買いに行ってみてはいかがでしょうか。今回紹介したスニーカーは全てお気に入りで、よく履いている靴だったりとか、これから履こうと思っている靴なので、この動画が皆さんの参考になったら嬉しいです。スニーカーはすっごい履きやすいし、ガーディーな服とか結構カチッとした服とかにも外して履けたりするし、可愛いと思うので、最近ワンピースとスニーカーと合わせたりするファッションも去年くらいから流行ってきたりしているので、ぜひそういうファッションもやってみてはいかがでしょうか。なんか最近ガーディーとかドレッシーのワンピースにスニーカーで外して合わせたりするファッションがよくハイブランドのカタログとかでも載っているので、ぜひチェックしてみてください。で、スニーカーって秋とか冬とか夏とか春とか関係なく4シーズン履ける靴なので、すごいたくさんあっても使えるんじゃないかと思います。で、冬とかはアグのムートンとかアグの靴とか多めに履いているんですけど、冬もスニーカーとタイツで合わせたり履いたりしているので、結構冬もスニーカーは活躍しているんじゃないかと思います。で、また可愛いスニーカーとか見つけたら動画で紹介したいと思うので、ぜひ楽しみにしていてください。ということで、この動画を見て皆さんに楽しんでいただけていたら嬉しいです。では、バイバーイ。最後までご視聴ありがとうございました。もしこの動画が良かったら、チャンネル登録とグッドボタン、コメントもよろしくお願いします。こっちの動画もぜひ見てください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。